皆さんこんばんはジョネトラダムスウィークエンド今週も人類滅亡<ー>はい、はい、今週も始まりました、はい、いやもうね、はい、あのー、休みが、はいえー、少なくてがっかりですがっかりですかペットが死んでがっかりですがっかりですね東京オリンピックに出られなくてがっかりですあ<ら> <laughs> 残念という意味らしいんですがっかりって<ー> <laughs> ちょっと表現が違いますよねそうなんですよはい。桜、はい、田大臣ね、はい、やらかしてしまいましたけれども問題になってます、ね、残念というつもりでがっかりって言っちゃったんですよ<ー>確かに残念なことがあるとがっかりしますよねはい だけど残念っていうのとがっかりっていうのでは全然ちょっと取られ方が違うのでそこは気をつけなきゃいけなかったんですが全部の文脈を読んだんで私は全文読んだんであ、これ残念ですって意味でがっかりって言ったのかとえれえ、こいつはボキャブラリーが貧困なんだなということは思ったんですけど桜田大臣が自分のことばっかり考えてねそんな白血病になった選手になんかもう出らんなくてメダル取れなくてがっかりだよってそういうニュアンス言ったんじゃないということは十分切り取り報道て怖いですね。 た時はえなんでひどいことを言うんだろうと思って次に全部流れたんですねその時にはなるほどって思いましたそうですよねまあマスコミもひどいですけどまああえてそういうふうに曲解して流そうもひどいんですけど許可にされるの分かっててですねまあそういうこと言っちゃうのもダメだしそもそも桜田さんやっぱダメ人にしちゃいけなかったんじゃないそうですね失言がちょっと失言がっていうかね本人だから意味が違うんですよあのよく左翼の人とかも意味違うの知ってます知らないです左翼における平和って共産主義者の平和ってどういう意味かというと 全世界をまず政府を滅ぼして、で共産主義インターナショナルで独裁するんですよ。そのことによって平和が訪れるんです。まず平和じゃないじゃないですか、はじめが。まずそう全まず戦争をして全部滅ぼした後、その後抑圧して平和になるんです。よ。いや戦争で滅びちゃいました。戦争起こらないです。それがその共産主義者の平和って平和なんですけど、言葉の意味違うでしょ。違います。桜田さんは俺流定義なんで、がっかりっていうのは残念って意味なんです。よ。 出らなくて残念ですねって出らなくてがっかりしたよとかどういう意味だみたいな感じになるでしょう。表現は気をつけなきゃいけないなというふうに思うんですよね。表現は気をつけろという点でいうとこれですよね3月29日、来ましたねきっと来る、何が来るんだと。 か何が来るのかというとですね、えー、と本日、はいえー、金曜日ですけどこの、ねはい、アップされているのは本日のニュースです、はいはい、メイ首相、下院でまた敗北ということでいいいよいよ危ないですね、はい、BBC から速報が入っていましてメイ首相の EU 離脱をめぐるです、ね、交渉方針についてです、ね、議会がまた反対するという決議を。えー てしまたただ、この,あの決議には、ね、法的構想力はなくておそらく首相官邸ですね、まあ、イギリスの首相官邸は無視して、はい、この決議を無視してこれまで通り交渉を継続するというふうに言ったんですけど、はい、あのジェレミー・コービン率いる労働党がです、ねはい、自分のブレグジェットの、えー、戦略の失敗を認めろということで<は>議会にこう呼びかけてです、ねはい、決議しちゃったんですよ、えーはい、でこの決議で,です、ねあのまあ、あのメイ首相の、まあ、出身母体である保守党もこんなもんね

もうあと一ヶ月ぐらいですよねすよ。日本にも影響がありそうですよね。そうそう,そう、はい、でね結局ね問題は国境管理なんですよね。はい、だからあのまああのイギリスにもそのまあトランプ大統領じゃないですけど、はい、国境管理もうちょっと厳格化した方がいいと難民とか入ってきてわけわかんなくなるとか言うので。 でえー、要はアイルランドの島とイギリスの間の海峡に線を引くのか、はい、それとも北アイルランドとアイルランド共和国の間で線を引くのかというのが最大のポイントなんでですすよ難しいですね、はい、で今、事実上国境ないのであそこのアイルランドと北アイルランドはがね。はい あのまあ、イギリス領のところとアイルランド共和国の間に国境ないので、はい、トランクとかの物流とかも,もうそのまま行ってるし、はい、アイルランドで大型免許取ったらそのままトランク乗って物流で、はい、北アイルランドに配達しても何も問題ないわけです。繋がってますからね。で同じようにあのユーロトレインにあの、ね、あのコンテナとか乗っけて、はい、配,配送する陸送の人とかもフランスで免許取った人がイギリスで運転しても全然大丈夫なんですけど、はいまあ、その逆もまたしっかりね、はい、イギリスの人はフランス観光行ってレンタカー借りて運転してても別に無免許運転ならないんです,<っ>ですけどこれもしハードブレージってやっちゃうとですねその辺の免許証の あの国際免許にするのかとか。はい。そういうのも全部こう今までの e. U. のね、恩恵を受けられなくなるので、だめ、はい、ってことになるので。運転している途中で、ハードブレーキセット決定ですとかで。え、俺今から、この瞬間から無免許運転みたいな。いや大変です。国に帰るまで、無免許。運転ですよそ,うそうそう、無免許みたいな感じで、捕まっちゃうのみたいな。ことになるわけですよ。はい。これ結構大きな問題ですね。そうですよね。はい、大勢捕まりますよね。はい。で、あとね、もう一個ね、こう。 野村資本市場研究所かなそんなようなところからですねレポートが出てるんですけれども、はい、ブレグジットの金融規制、えー、資本市場金融機関への影響ってやつでよね。 であのー、イギリスってほらロンドンにシティって呼ばれるところがあって、はい、まあ昔ロンバート通りと言ったんですけども、はい、そのロンバート通りのところにある、まあ、その取引所みたいなのがあるわけですよ、はい、でそこでいろんなもうなんていうんですか株,も株とかまあその関連した商品ねあとまあその派生商品金融派生商品デリバティブとかいわれるものの、はい、まあクリアリングといってこう決済ね、はい、実際のお金のやり取りを行っている場所があるんですよ、はい、でこれロンドンで今やってるんですけど、はい、そユーロ建ての商品をここでじゃあずっと決済し続けるのかっていう。 なるほど。EU 抜けちゃうんで、大丈夫なのと。で、すよね。ちょっと。これ一応ね、裁判で争って2015年に別に決済してもいいってことになってたらしいんですけど、この先どうなるのかと。どうなるんで、しょう。デリバティブの6割ぐらいがどうもイギリスで決済しているらしく、これ、このままじゃあ法的に継続できるのかと、金融監督の問題ですよね、もう出てきます。で、で、パスポートの問題 えっと単一パスポートっていうふうに言われてるんですけれども、はい、これね、あの金融これね、あのプライスウォーターハウスクーパーズの説明によるとね、はいえー、単一パスポート制度とは金融機関が同じ免許で単一市場内で自由に業務ができる制度のこと。なるほど、パスポートではないんですね、制度。そうそう,そう、はい。許認可ね。金融機関の許認可を要はイギリスで認可取ったところは、はい、もうヨーロッパ中 EU 圏内全部で商売できるんです。はい。同一単一市場内で自由に業務ができる制度なんです。いいですね。今はいいんですけど、はい、これプレクジットしちゃうと、はい、えその免許今日から向こう。 さっきの運転免許と同じなそうすると今日から無効になってユーロ建ての例えばデリバティブロンドンの決算したら「はいこれもうアウトです」とか言ってアウトってどうな EU のだから金融監督局とかが来て「お前逮捕」とかってなるかもしれないそこまで極端じゃないですけど簡単に言うとそういうことですこれどうするのっていう問題でそれをどうするかってガチャガチャ話し合いするの話し合ってんじゃねえっていう決議が取っちゃったとええ ひどいです、ね、そうそうですついついこの間というかまあ今日ですよね今日これが通っちゃったとい、はい、否定した方は何をしたいんですかね、えー、いやだからもうフォーって感じで <laughs> ハードにいけよとぐだぐだ言ってんじゃねえみたいなメイさん,フォ,ん、ね、フォーなんですよ <laughs> もう本当にで、はい、あのなんでこれもめてるかっていうと、はい、そのなんか暫定措置を取ろうということで一応ユ、はい、ユーロとユーロ圏というい EU と話し合いがついたんです。はい、で暫定措置でまあ、とりあえずだから北アイルランドとアイルランド共和国の国境は現状通りで、はい、でこ,これからしばらく時間かけて整理してやっていきましょうやとね具体的なことを詰めましょうやっていう話をしたら、はい、<laughs> それってブレグジットじゃねえじゃんって。 <こ>言われてしまうんですね。そう国境管理が今までと変わんねえんだと、こんなブレグジットじゃねえだろうと。えー、我々は国民投票でブレグジットって決めたんだから、ちゃんとブレグジットしろと。えー、厳しいですね。はい、そうすると何じゃあ国境をやるのと。はい。そうするともうなんかね、もうあの前この番組には言いましたけど、何百万台とね、もう、はいまあ、な毎年ね、行き来してるわけですよ。はい。でそれなのにじゃゲートを作って、あのアメリカのメキシコの国境みたいな全部チェックするのと。いやー、二十四キロ渋滞なんですよね。そうそうそう。はい、でそれがもうね。 通れなくなっちゃうと物資やり取りできなくなっちゃうよと、はい、いうことで、はい すすげえ問題でユーロトンネルじゃ取ってくるやつもないじゃあ全部そこで入国審査やるのとそうですよねそこの処理どうすんのっていう問題ですよ。今だから EU という一つのインフラに乗っかっちゃってるのでそれをやめるっつってもなかなかね急には難しい難しいですそんなこと急に言われてもみたいな感じなんでさあ果たして29日まで話がまとまるかこれまとまらないとこれ意外と今日本で話題になったんですけど結構大変ですよ。そうですよね日本の金融機関とかだって多分ロンドンでしか免許取ってないところあるかもしれないんで。 でできなくななくってししまフ、ね、フランク取り直しみたいな話<ー>でそれ話し合い何もないままボーンって分かれちゃうので、はい、そうするとこれどうするのってこう、ね、役所に聞いても「いやちょっと分かんないです上がまだ決めてないんで」とか言ってまあそうですよねとりあえずお前免許ないから免停なみたいな<ー>免停っていうか無免許運転なみたいな感じで「はい、え逮捕?」みたいな。<laughs> 辛いですね辛いですよね、はい、それそれちゃんとしてもらわないとね。何かこう猶予期間が欲しいですよねこれね、高橋雄一先生がずいぶん前から言ったんですけど、この国民投票がね、はい、終わった直後ぐらいからもだから2、3年前から言ってたんですけど、あのどんな形にせよ、こうなりますって決まれば、みんな対,対策取るので、はい、なんとかなるんですよ。とか、今回の問題はどうなるかよくわかんないままぐた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 なってるので、はい、これは最悪なんですよ。で、はい <laughs>、3月29日は、はい、おしまいって言って、引きなげ なったらシャレにならんねとそうですよねはいということでこれちょっとブラインドサイドからの一撃になる可能性があります大変ですはいそして正面からの正面からドーン来ましたね四割減ということでこれはですねえチャイナの一月のですねえ貿易台北貿易がですねなんと輸入四割減ということで四割ってすごいですよねは四割ですで輸入全体はね一応ね えっと輸入全体はほぼ現状維持だったのかなまあ下がってるんですけどね輸入の伸び率はねぎりぎりマイナスね12月がねもう完全にマイナスだったんですよ、はい、でちょっと持ち直してゼロに近くなったんですけどまだちょっとマイナスなんです、はい、でも、対米貿易はものすごい減っていると輸入の伸びがマイナスっていうときは基本的にはあのマイナス成長です。はい はい、で輸入の伸びどころか、えー、と多分、前年同月比ですよね、輸入の前年同月比がマイナスの時っていうのは、大体ね、GDP がものすごいこう縮小してる時が多いんですよ。<ー>で、はい、チャイナはね、去年の11月ぐらいから、10月ぐらいからかな、はい、あのものすごい勢いで、新潟がりに。 えー、貿易量が減り始めて、はい、輸入量が、ね、一気にマイナス転換したんですよ、去年の年末、はい、それっていうのは、ね、ちょうど、ね、あの日本電産の永森さんが尋常じゃないことが起こったって言ってたおっっししゃってましたねそうあれの11月、はい、12月にもぴったり重なるんです、はい、で少しだけ持ち直したんですよ、1月になって、はい、少しだけ持ち直したんですけどいまだちょっとマイナス微妙にマイナスで,、はい、でアメリカはでもものすごい下がってると台米輸入は4、い、割、2割、3割、4割って月を追うごとに10%ずつ下がって 減ってると6ヶ月後にはゼロになっちゃいますいや下手するとやばいですよねでもアメリカから物が入ってこないっていうのはチャイナにとっては結構きついと思うんですけどね材料も入ってこないでそういうことですね携帯電話のチップとかね組み立ててなんとかやってるチャイナですからそういうの入ってこないと厳しいんじゃないかとそうですよねでね今月かな今月に入ってというか今年に入って大型のデフォルトが2件相次いで起こっていてデフォルトした額が超の単位なんですよ日本円でいうと。 ものすごいですね、はい、でしかもね一個はねえっ、ー、とねな,な,なんとか永元なんとかってちょっと名前忘れてた、はい、そこはえっ、ー、とね一回デフォルトして去年、はい、でリスケしたんです債務の返済ね、はい、返済のリスケジュールしたんですけど、はい、リスケしたのに利払いできなくてまたデフォルトなんて、はい、<laughs> 結構処置なしなの、えー、大変ですね大変なんですいやどうすんの大丈夫ですか いやあ大丈夫なのかな。えー、ダメですよね。うん、消費も上がらないですし、消費もすごい落ちてますね。はい、であともう一個ね大事なことがね。はい、不動産会社、不動産開発会社がね、はい、なんか最近あのー、あれらしいんですよ。あの記載ブーム。記載ですか。記載、要は債券を発行するのはブームで、はい、ドル建てでね、はい、結構な金利の債券出してるんですよ。ええー。 で去年までは、ね、ドル建てで、ね、もう最低2桁だったんですけどことしじゃないと金利下がってきた今がチャンスだみたいな感じで出すんですけど、はい、一番安いやつで大体、ね、8.5%ぐらい。<ー>米ドルで今8.5%の金利ってかなりのもんですよ。FF、はいね、レートが今2.5ぐらいでしょで、えっと、アメリカのまあ長期金利、ね、10年ものの指標になるあの10年ものの国債の利、はいえー、回りが、ね、大体今2.7ぐらいかななんですよ。はい でそこにええー、5%以上プレミアム乗ってるわけです。そうですね。8点引屈だっ、はい、8点引屈が8から10ぐらいです。10前後10もあるんですか？10前後です。8から12の間ぐらいのプレミアム乗ってるってことは、はい、これも。 ジャンクですよね、はい、ゴミ同然 <laughs> そうですよねそれぐらい金利つけないと買ってくれる人がいないっていうことなんで。はい、ってことはその不動産関係の債権にそれだけの金利をつけないと誰も買わないってことはみんなが不動産そろそろ危ねえなって思ってるっていうことの調査でもあるわけですよね。はいはい、でそこへきて実際に貿易の方もこんなに減っていると実体経済にも悪い影響出てるということで、はい、これ大丈夫かなと。一時は不動産をものすごく作っていましたからね。そそううでででですすすよねねね、はい、不動産、ねまあ、今でも、ね、あれやり続けけてるんですけど、ね、んどなんですか、はい はいね、やるんだけど、はい、その作るときは GDP 増えるんですが、はい、維持するときにその増えないわけですよ、はい、だって付加価値生まないから、はいね、で特に今問題になっているのが鉄道公社ですねチャイナの鉄道勢いよくいっぱい引いたでしょ、はい、で引いた結果、ね、ものすごい維持費が今かかっていすす <laughs> いんででねそうでものすごい維持費がかかっててその維持費を捻出するのは超大変。はい 乗る方はいるんですか?。いや、乗る人いないから、維持費が払えないんですよね。<laughs> なんで引いたんですかね。<laughs> いや、それは中華民族の威心をかけて引いたんじゃないですか?。<laughs> なるほど。はい、精神論では商売できないっていうことかな、はい、簡単に言うとな、日本でもこうすぐ精神論いう人がいるでしょう。はい、だから悔しかったら、じゃあ、商売でやってみと。はい。そんで儲けたらな、信じてやるよ、お前のその精神論って感じです。はい、はい。で、そういういろんな精神論を持ったやつが、わーってやってみて、実際にうまくいっちゃったってなったら。 あ、この精神論本物だったっていう話になるんですよね。そうですね。実力のうちたよう。そうなんですよ。はい。それがね、まあなかなかね。私もね、もう精神論で今歴史の本書いてるんですけど。あ、そうですよね。精神論でこれやったらもうみんな買ってくるんじゃないかとやったら、アマゾン一インなりました。すごいですおめでとうございます。しかもまだ販売されてないんです。予約です。よ予約で、はい、アマゾン一になったんですけど、一晩でですね、三日転換になるのよ。え、一日転換ですね、あのなんかバーチャルユーチューバーのなんかえっと虫さんのなんとかってやつ抜かれちゃまし バーチャルユーチューバー強い。し、俺もバーチャルになればいいんですかねポリゴン化すればいいんですかちょっとなんか、モザイクをかけていただいて、こう、キャラっぽく。ポリゴン化してくい。バーチャルユーチューバーでどういうキャラかよくわかんないですけど。ちょっと変なキャラになっ変なキャラになってやればいいのかなと。しかも100分間お話しされてるんですよ。あ、そうです。これね、あのー、今日発表したんですけど、一応あのゲストが二人いまして、大物 大物ゲストと対談で一人が今日発表しました。はい。どなたですか？百田尚おさんです。おおすごい。と対談が一応決まっていてもう一人はねまだ言えません。あや安倍さんですか？いやいやいや。安倍さん来たらすごいけどね。すごいですね。頼んでみようか。ぜひぜひ。はい。まあすみませんでこの話は置いといてはいまた最後にぶっこみますけどね。はい。で最後のネタこれの明日逆転。 逆転ですね。はい、明日逆転って何かというと、はい、名目 GDP と実質 GDP、はい、本当だったら名目 GDP の方が高くななきゃいけないいけんですよはい、ところが、えー、この間発表された、はいえー、GDP 速報はいなんと実質 GDP の方が名目 GDP よりも多かったの。あということは。明日逆転しちゃった。はい、で名目引く実質が物価上昇率なんです。と、はいうことは名目1.1引く実質1.4だから。はい 答え0点マイナス0.3でしょそうですねことは物価上昇率マイナス0.3つまりデフレがもう始まりかけていると <laughs> いや来ましたねいや別にしちゃったここに来て増税ですからねそうだからもう奈落ですよねそうですねやばいですよねいや,いやだからこいつらとね一緒にやることないのよ日本はだから増税やめて、はい、ね。はい 物価上昇率、物価目標達成するまでせめてね、増税ストップすればいいし、それから社会保障の財源については、もう一回ちゃんと考えてもいいですよ。社会保障の財源というのは、基本的には、金持ちから取って貧乏人に配る、ねずみ小僧、でも今、逆、貧乏人から取って、ピンハネして、金持ちがピンハネして、また貧乏人に戻すと、今、日本はねこじじいやっちゃってるわけ。 で、チャイナが今なんでこんなことになっちゃったかというと、チャイナはもう化け猫ジジイみたいにな形。はい、<laughs> あ、そうですよね。うん、身内の方にこう。化け猫ヒー化け猫ヒージーさんみたいな。そう、もうジジイどころか、ヒージーさん、化け猫ヒージーさんみたいなのがチャイナの。<laughs> なんでかっていうと、これね、あの来月ヤイスイブニングラボに来てくれる福島香織さんが、あのすごい素晴らしい論説を載せてて、それで俺は知ったんですけど、チャイナの税収ってね、割と法人税メインなんですよ。あ、そうなんです。大企業に課税してるんです。はい。あ、そうするとなんか一般人に課税しなくて、ね、さすが労働者の国、ね、なんかもうね、平民に優しいのかと。親切って思ってしまいますね。人民に優しいのか思うでしょ。はい。ブー。企業は。はい。 法人税を払うんですけどその法人税の分を価格転嫁すするんでよなんで全部買ってるやつから取ってんの消費者から取ってんの税を価格転嫁して。ということは従業員から取ってるのと同じですよね。ていうのはそう人民から金取ってるのと同じで実質これ間接税と同じ働きするので消費税と変わんないんですよそうですねだからインフラ企業から何から全部建設もだからこういうアパレルみたいなところも全部その法人税を価格転嫁してます。 だからチャイナって消費税だけしかない国みたいな感じなんでもう貧乏人は大変いや見えなくなってるだけなんですねそうそうそうだから東大の川島先生が4億人の特権階級と9億人の奴隷でできてるっていうふうに3億人の特権階級と9億人の奴隷って言ってるんですけどその9億人の奴隷はだからもうずっと消費税搾取されまくってるんですよ貧富の差広がりまくってるじゃんそうですよねだってなんで温家宝が7000億円も持ってるのよ 共産党の給料ってそんなにいいんですか？いいんですかね？絶対違うことで稼いでるわけ。そうですよね。何かこの辺に入れてますね。そう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 、はい、バンバン入れてるわけ。もうここ入りきんなくてここから入れるんじゃないか。い<や>もうそ、ね、うそうそう。<laughs> 何入ってるんですかみたいな。もうボタンプチとか取れちゃっします。大変なんですよ。すね、袖の下もパンパン埋まってるわけもここ。 ね、金の延べ棒と札サバサで埋まってるわけ、はい、重すぎですね重すぎですよ <laughs> はい、はい、だそういう国なんでだから、まあ、あの国今滅びそうなわけですよ、はい それに乗じたアメリカもグリグリ言ってるわけじゃないですかそういうことやめろってそういう猫ひいおじいちゃんそう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 猫ひいおじいちゃんというかね化け猫ひじいさんそうでした化け猫ひじいさんですけどまあそんな感じですよだから日本もねチャイナあとくっついてどうすんだとだからもう消費税は場合によっては減税だってマハティール首相なんて消費税取るのやめたらなんか消費上向いたらしいですからねあそうなんですかそうマレーシアに続けですよここは日本もやってみましょう昔ルックイーストって言ってくれましたけどもうルッククアラルンプールで っち,でしょちょっと見ました。下みそうです、ね、<laughs> ルッククアラルンプールですね。ルル下みそうですけどね。はい、はい。ということで、今週はこれで終わります。はい、<laughs> はい。またクアラルンプールでお会いしましょう。さようなら。<laughs>